ルイス・デビッド・フォン・シュバイニッツ、ルイス・デビッド・ド・シュエイニッツは、ドイツ系アメリカ人の植物学者、金学者である。北アメリカの金学の父とされることもある。アメリカ合衆国、ペンシルベニア州ナザレスに生まれた。祖父は、モラビア兄弟団の監督で資金主のニコラウス・フォン、チンツェンドルーフである。11歳まで、ナザレスで過ごした。プロシアのニースキーの神学校に入学した。 1805年に、死の JB アルバーティニーと、協調で、ルザースのキノコ外説を出版した。1807年から、ナデンバーグ、ニエダウで、モラビア教会の説教者として働いた。1812年に、アメリカに戻り、ノースカロライナ州のセーラムに住み、教会施設の監督者となった。ノースカロライナでの菌類の研究の成果は、 シノプシス・ファンゴラム・キャロルイン・スペリリスとして1822年に出版された。1817年にアメリカ哲学協会の会員に選ばれた。ライプツヒの友人にノースカロライナの金類の一覧を送ると4年後に出版された。この一覧には1373種が記述され320の新種が命名され記載されている。新種の中には ベニタケ科のラクタリウスインディゴやアンズタケ科のキャンサレラス、シナバリーナスがある。ツツジ科の俗名、シュバイニナや、キノコのカイメンタケの学名、フィアラスシュバイニツブに懸名されている。シュバインは、植物の学名で命名者を示す場合に、ルイス・デービッドと周囲ニツを示すのに使われる。ありがとうございます。